今日はね、日本マクドナルドから手紙が来てます。まあ、これね、重要で、確かに重要、株式関係書類在中ということで、これね、優待券です。はい。で、ちょっと見ていきましょう。はい。はい。で、そうですね、これは挨拶文がついていて、で、株主優待券発送のお知らせということで、まあ、これはもういいね。これです。で、もう封を開けてあります。はい。で、半期ね、3月までのやつで。で、いつも通りの、このマクドナルドね。これは6枚ね、ついてます。はい。チケットが。で、メインメニューですね。それとサイドメニューとドリンク。で、それぞれ何を食べてもただセット。だから月1食来るんですね。で、実際ね、通勤ルートにマックがね、あるにはある。ちょっと外れるんだけどね。あるにはあるけど、いや、行ってないな。ね、年を取ってくると、まあ、そんなあれなんですけど、年齢は言えないですけどね、ポテトがね、ちょっと辛いよね。ま、味がちょっと、味が強いのは、ちょっとね、だんだんこう、敬遠しがちになってて、で、あんまり食べてないかな。で、会社の若い社員に、チケットあげちゃうんだけどね。で、まだね、12月分までのやつは確かあるんですよ。はい、食べてないんで、早く食べないとね、有効期限がなくなっちゃうんで、もったいないんで食べようかと思いますね。で、これが新しい、3月までなんで、9月から、の分なんで、ね、はい、新しくまた、食べていきたいと思います。では、マックの優待券でした。来たけど、まだね、今月末までのやつが大量に残ってて食べてないや。これからもう毎日マックだ。ね、毎日マック。